元教師を辞めます。どういうことって思うと思うんですけど、実はこの度ですね、授業料無料の通信制高校サポート校を設立することになりました。その名もデッチ高等学院、通称 D 校と言います。その学校で教員を務めることになったので元教師を辞めます。この学校は人手不足に悩んでいる日本各地の伝統産業観光業の社長さんたちと一緒に作った日本の伝統産業の担い手を育てる学校です。もちろん高校卒業もできます。日本はこれから伝統文化を主軸にした観光立国になっていくと思うんですが、伝統産業とか観光業は深刻な人手不足に今悩まされているんですね。この現状を変えるには、みんなが普通か、みんなが大学進学を目指すような教育じゃなくて、高校の段階から自分の得意を生かした職業学習ができる環境を作っていく必要があると思ってるんです。そのために私たちが作るのがデッチ高等学院、通称 D 校です。 D 校の特徴は次の5つ。1つ目、なんと授業料が無料。これなんでかっていうとですね、その伝統産業とか観光業の社長さんたちが支援をしてくれるので、皆さんの授業料負担を0円にすることができるっていう、そういう仕組みです。2つ目、オンライン学習対応で全国どこからでも学べます。もちろん年に何回かの合宿とかリアルで集まるイベントなんかも用意しています。3つ目、伝統企業での職業体験インターンができてリアルな経験を積める。4つ目、伝統×デジタルの視点を持って世界で活躍できる伝統産業の担い手を育成する。そして最後5つ目は伝統産業の社長さんたち、観光業の社長さんたちが応援してくれているので希望者の就職率 100% を実現可能です。開校は2025年の4月で、今生徒募集を始めたばかりなんですが、2025年度の定員は5名のみです。理由はもう自信を持って生徒を社会に送り出せるようにしたい。そのために一人一人を丁寧に大切に育てていきたいからです。勉強は苦手だけど何かを作るのが好きとか、日本の伝統産業に興味があるとか、 D の一族になりたい、そういう中学3年生、今の高校に合わないなって思っている高校生、ぜひ D 校で一緒に学びましょう。私ね、実は教員を辞めてもう7年ぐらい経つんですけども、いよいよ本格的にね教育職に戻ることになりました。その第一弾として今年の9月に不登校の小中学生向けのオンラインスクールを作ったんですね。そちらも今めちゃくちゃたくさんの生徒が通ってきてくれていて、そのスクールではですね、学校に行けなんて一言も言わないんですよ。なのに心が前向きになって学校に行けるようになってる子がたくさんいるんですね。前向きに勉強ができるようになった子もたくさんいます。そしてその次の段階が通信制サポート校。今の時代勉強が苦手でもいいんですよ。小中高12年間我慢して勉強している時間がもったいない、手先が器用、ものづくりが好きっていう子は職人を目指せばいいんです。職人の世界もこれからどんどん変わっていきます。世界を相手に戦えるようになります。人と話すのが好きな子は観光業に携わってお客さん喜ばせていけばいい。ゲームが好きな子はゲーマーを目指せばいいんですよ。そういう未来を私は作っていきたいと思っています。それで今フリースクールとか通信制サポート校を始めるんですね。教員を辞めて7年、 YouTuber になって5年、ようやくまた子供たちを育てて未来を作る教育の仕事に本格的にカムバックして元教師を辞めますが、名前は今まで通り静岡の元教師杉山、これはもう芸名ですのでね、そのままで行こうと思っております。ということで引き続き応援よろしくお願いします。この学校に興味がある人は概要欄をチェックしてみてくださいね。